愛のメガネは、色ガラスは、安倍工房の書き下ろし2曲。32K からなる。精神病院を舞台に、医者と患者、外からやってきた、全教頭の学生らが絡み合うコメディ風な物語。テンポの速いセリフに乗った、笑いあうれる趣きの中にも、誰が、本当の医者か患者か定かでない状況を通じ、正規の根拠を鋭く問い、不安な現代社会の状況を描いた作品である。 1973年5月15日、新庁舎より単行本刊行され、同年6月4日に、安倍自らの演出で、田中邦へ、中台達也、井川久志共演により、西部劇場で初演された。安倍工房は、内容のつかみにくい、愛のメガネは、色ガラスのテーマについて、以下のように説明している。現在は、気違いが、 きちが同士で管理し合っているような社会ですからね。今度は、僕が演出をするということもあり、自由にやれるので、台本を少し難しく書いたということもある。安倍工房、芝居に打ち込む安倍工房、談話記事9つのドアが並ぶ、精神病院の大広間で、椅子に座らせた裸のゴム人形の体を布で、拭っている男に近づき、自分の女房の裸を人前に平気で晒すなんてと、 いう赤い白衣の医者。女房ただのゴム人形ですよと男が切り返すと赤医者は早々、もちろんゴム人形さ。いやいや、僕の勘違いと訂正する。そんなどちらが気違いなのかわからない医者と患者たちがたむろする病院内に放火魔の女を追ってきた全教頭の学生3人がやってきた。ヘルメットをかぶった学生たちは患者に 好き勝手外出させている病院の体制を批判する。やがて学生たちは、放課魔の女 b とインチキシ火器のセールスマンの患者で資金稼ぎをしている病院をゆすり、金を要求する。突然、赤い車が狂気の発作で踊り出した。一同がそれに気を奪われている暇に、背後のドアから看護人が、オレンジヘルメットの学生に忍び寄り、強作位で締め上げた。 赤い車がピンポン台のレバーを押すと、高問題になった。そこへ乗せられたオレンジを見て、仲間の学生は降参する。そして、男から、東京を一挙に全焼することができるという、ハムレットと称する、小さな箱の発火装置の一つを見せられ、高値の現金で買うように言われた。学生が買えないとわかると、男は逆にこっちが、 君たちの目的を五千万で買いに回ろうと消しかけた。学生たちが相談して結論を出そうとすると赤い者が君たちが目撃したことはある全部治療だったんだよと言い出し、学生たちも入院治療しようとする。ハムレットの小箱の中身が空っぽになり、誰かに盗まれた。昼間なのにあたりが夕焼けのように照らされ、室内が熱くなり、患者たちはそれぞれうお左往をする。 停電支援の高音が鳴り響く中、ハムレットを待っていたオフェリア気取りの女 A は、本当に来てくれなくてもよかったのよとつぶやき、赤いレンズメガネの赤い車は、畜生、光をよこせ、と叫ぶ。突然、赤い光の中、広間に飾られた赤い自由の女神像が許可を捨て歩き出し、女 A が所持していた大箱から、ラグビー台の卵を取り出し、その上にまたがり、 体を揺らし始める。石澤秀治は冒頭のシーンのゴム人形について、その人形が単に小道具ということではなくて、一つの実体として出ていて、小説、箱男に共通するテーマである狂気と正気の関係が明確に出ていることが感じられるとし、ずっと読み進むうちに、そのテーマが絶望と希望という問題に次第に変化していくのがわかると解説しながら、 表記と正記、また今度は、出口が鏡だし、見る、見られるという関係が、線や面でなく、点で対応している感じを受けると評している。ドナルド・キーンは、愛のメガネは、色ガラスについて、安倍さんの劇作家としての才能ばかりでなく、優れた演出家の舞台に対する深い理解を証明していると、し、安倍演出作品の中で一番の成功作だと、評している。そして、 この作品のあらすじを述べることは極めて難しいにもかかわらず、観客は、ソウマ島のように巨来する人物の動きやセリフに見とれ、芝居の意味は何だろうかと疑問を感じる暇さえなかった、と、劇の様子を一家のように解説している。旅自宅の男が、シャベルや、水筒や、その他の七つ、道具を下げて何回も違うドアから登場するたびに、観客が爆笑した。 オレンジヘルメットの学生やグリーンヘルメットの学生は当時の大学紛争を思い出させる。また、白石と赤石は東大医学部を卒業した安倍さんの風刺のお好みの対象である。この芝居を見たことのある読者なら読みながら安倍さんの奇抜な演出を思い出すだろうが、見たことのない読者もセリフの速いテンポに乗って同様に楽しむだろう。ドナルド・キーン、解説。 ありがとうございます。